こんにちは、初音ミクです。日本語の文法をやってみましょう。パート3、過去形にする。このビデオではいくつかの例を示し、過去形に変換します。最初の例、私は7時に起きる。過去形になりますが、私は7時に起きました。2番目の例、公園に行きます。過去形になりますが、公園に行きました。3番目の例、かかし先生は忍者について勉強しています。過去形になりますが、かかし先生は忍者について勉強しました。4番目の例、この電車は1時間後に出発します。過去形になりますが、この電車は1時間後に出発しました。5番目の例、誕生日プレゼントを開けてみます。過去形になりますが、誕生日プレゼントを開けてみました。そして6番目の例、私はパンと卵を食べます。過去形になりますが、私はパンと卵を食べました。したがって、このビデオは過去形についてです。いいね、コメント、そして今すぐ購読してください。